震源になってくる可能性は 70% ですよ。30年の間、30年経たなきゃ来ないんじゃなくて、もう今日はしたら、この間3日くらい前には世田谷だか目黒だかあの辺が震源だった震源がありましたね。あれも直下地震で、なんかそろそろ来るんじゃないかって感じの地震が来てます。まず地震が来ましたら一番大切なのは、以前は地震だ火を消せって語った方もいると思いますけど、今は地震だ身を守れ、第一は身を守る。ちょっと言葉は申し訳ないけど、自己中心です。まずは助かると思います。自分が下敷きになっちゃったり、ね、あの気がなくなったりして、ね、しないためにはまず守る。で、助かったら皆さんが協力して隣の人を助けたりね、自家とか家族を助けたりするので、自分は助けられる側じゃなくて助ける側になるためには、まず最初に意識しながらすぐに目を守る。今日は手を振ってもらいます。シャワーとかシャワーとか皆さんちゃんと学校でちゃんと付き合いをしてくれるというふうに、皆様負けないでしっかりとね、7は相当強いと思います。で、最初は男性で7は付き合ってもらって、女性の方で私は怖いからもっと下げてみます。で、これでちょっとお説明します。大体4、5人ぐらいで上がってもらいますと、5人、6人かな、近くに上がってもらって、私ここでゲートを閉めます。閉めまして、そこでスイッチを押すと、この機械まだこれからさらに40点してガーッと上がる。その後に一瞬してガタガタガタってきますから、必ずこのテーブルの下に隠れてもらいます。それプラスね、特に7の場合相当揺れます。この青いねクッションの膝乗せてもらいで、カーペットとずれと入れると、特に膝出てるね、このガタガタもしかしたら血が出ちゃう可能性あるんで、しっかりしっかり相当揺れますからね。で、先方、シャツの柄みたいな、これから、ね、頭を入れます。本来だったら、しっかりとテーブルの下外れるのが一番正解なんですけど、今日は、よりそこに入るんで、かつてる人、頭をつけていく可能性があるんで、頭と抱えてるぐらい、しっかり入れたら、テーブルの足をしっかり言います。間が空いてると、ガタンガタンガタンって、ね、ガタンつく可能性ありますから、で気をつけて、はい。で、火、揺れが止まりましたら、その後は次はここで師匠で頭をかわして、じゃあ何も落ちてきませんよ。こちらの人はドアを開けて、家に作ってあげる。ドア開けて、ぶつかっちゃうから開けて出られませんからね。なんでドア開けるか、もう最初に出てきて仕方ありません。その後に余震が何とか来て、ドアの枠組みが若干歪む、曲がるだけで、ドア閉まったのドアって開かなくなる可能性が高いです。だから、早いうちに開けて、こういうクッションに行ったりして、完全に閉まらなくする。そういうポイントは、もし何かの場合、避難するのにドア開けられますので、そういう意味ではドア開けるというふうにします。家の中安全だったらすぐに逃げることはありません。外も危険だった可能性が高いです。はい、それからこちらの人、こちらの人は今、湯沸かしが避難についてますので、頭を出しながら火を消す。さっき言いましたね、火を消すのは最初です。身を守るのは第一。揺れが止まったら次、火を消してください。はい、それから皆さんもね、右手の方に見えますかね。タンスに上に突っ張り棒って倒れたりしてます。で、これは完全に固定してますから倒れません。こちらはわざと倒れるように作ってますから、下敷きにならない。先日転がってきた人が下敷きになっちゃった人いますから、しっかり出るのにかかってた。はい、じゃあまずね、小学生の方が最初に小さいお子さんだけやっちゃいましたね。ちょっと小さいはできないんで、はい、そうですかね。はい、小さいお子さん入ってきて、もし2人怖かったら、ね、保護者の方一緒に乗ってってもいいし、大丈夫？2人でいい？2人で、うん、じゃあ2人で頑張ってくださいこのままはい、じゃあ君はこっちから君、これ、イベが止まったら頭を越えて大丈夫か？ここに来て、これをギュッと押す、離すとかついたら正義で、彼女はドアを開ける。はい。じゃあまずね、最初隠れるんだよ。まだ地震が来たら隠れるんだね。はい、行くよってね、地震が来ます。はい、地震来ましたよって言ったら、はい、隠れます。はい、はい、カメラ目線でこっち見よう、こっち見よう、こっち顔出して、はい、揺れが止まりました。ドア開ける人、火を消す人、分かりましょう。はい、頭クッション、
頭クッション、頭クッション、頭かざしないとね、頭はい、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 イエーイ、はい、はい、さあ、じゃあ、本当はね、一番面白いですね、じゃあ、この辺からいきますかね、やりにいいかな、どんどん回っていきましょう、はい、はい、OK です。はい、ありがとうございます。
ってるんですよね。はい、じゃあ続いてやって、4名の方どうぞ。バスがやっぱり。すごい夢ですね。びっくりしました。普段どんな生活をされちゃったの？お茶だけで。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 お茶
行動しない。例えばスーパー買い物行ってて来たら陳列棚がゴロゴロ落ちてきますよね。だから買おうったら買うはもう買うんですよ。それが一番安全。中身はね、買うのが買ってないんだからお金払ってないんだから出してもらって買うんですよ。でもこんな形すると、ここ動脈あるじゃん。ここ切っちゃう可能性がある。持ち方はこんな感じ。もし切ってもこの辺だったら、ね、あの血が出かったし、ここを切ってしまったら相当ね、血を止めないんだと。だから被ると結構、ね、かぶり方はこんな感じ。こうじゃなくて、かぶり方ですね。それがまず、かわいいね、かわいいけど、こんな感じ。こういう形のが、これを守るっていうことですね。ただ、頭、致命傷、頭を守ることが大切です。まず最初戻ってくる。地震が来たら、身の安全を守る。さっきお店から走ってみるっていうね、バカってきちゃうんで、やっぱりそこで隠れる。それからもう一つね、あの今回の、熊本でありましたけど、食料はどんどん、まあ、まだ足んない、間に合わないって感じ。まあ、熊本はちょっとね、あの物流的にあの道路的にちょっと違うとか、隣だったら大体来ると思うんだけど、3日は来ないだろう。東京都では最低3日の食事は家庭でも用意しておいてください。ありますけどね、水、大体成人の方は1日3リットル水が必要。かける3だから9リットル。9リットルかける家族があるんですよ。当然、ご飯食べるものも、それありようなね、あの赤ワイン、水を入れたり、お湯入れたりとか、ふやかして食べれるご飯はあります。あと、そういうものも必要だけど、缶詰でも缶詰でも、何日かちょっと3日間、手元で食事を用意してください。当然ね、もう東京ではどんどん物流が早く来るんで、間に合うと思うんだけど、3日はないんだよって、そのつもりで、まずは自分のものは自分。それから、まとまった町会とかね、そういうところでもらえると思いますけど、最初はないんだよ。当然、家の中置いてもいいんだけど、やっぱりテレビなんかでもね、もう潰れそうになると入れないと思う。もし物置きあったら、そういうところに置いておくのが一つの手です。だから、水も寝ないままね、保存する5年のものってあるんだけどね、それはちょっと値段高いです。やっぱ100円で今2リットル買えますよね、安いの。それを置いといて、順繰り、ね、私なんか焼酎の水を使っているから、あ、ここにいつも水は分かるね。そしてこう、ローテーションしてれば、新しい水を使うと。だから、お酒飲むためにはそういう理由つきますよね。水を飲んでるんだよって、そういうことも一つの手だと思いますね。怒られないと思うんですね。そういうのも一つ。ただ、じゃあ、ある程度で3日間ひょっとすれば、まあ、行政のことが来ますので、それまでは、たぶん高いです。ちょっと原因かな。あと、5年前、東日本大震災、東京は震度5の今日来ましたけどね、あの時金曜日だったら皆さん会社からドーンと帰ってきました。道路には人になってたんですね。東京は33件ぐらいの火災しかありません、ね、今回直下来たら、もうもっと1万件まで行かないけどね、何千件って火災がある可能性があります。そうすると、もうあれ以上に消防隊が出て火を消してないんでね、あれってほとんど、ね、人が行ったんだから走れますよね。そのために帰宅対策、温暖対策者条例ってできて、会社から帰さないじゃないとか、東京に来てる人は私たちの施設みたいな、まあ、受け入れて、泊まらせたりするような体制してますけど、それでも人は多いと思います。だから皆さん、もしかして仕事行ってて、すぐに自宅に帰ってこられると思います。面々と話せる会社だったらいいけど、帰れない可能性があります。その場合は、やっぱり自宅で、ね、夜の話し合い、家族会議って言いません。地震があったら私たちは帰れないんだよ、3日ぐらい帰ってこないんだよっていうか、あの家族の話したせいで、あれ、今日帰ってこないな、どうしたの、怪我したとか、当然、スマートフォン、携帯つながらないと思います。だから、やっぱりそうやって歌うから、地震の時は帰れないんだよ、でもね、3日ぐらい経ったら帰ってくるから、もし家が危なかったら、どっか違うとこ、学校、どこでも違うっていうの、小学校だと、ここで落ち合うねって、ちょっと話をしておくの、これも一つのね、あの皆さんが落ち合うの、早く落ち合う可能性あるんで、でこれから何かのね、そういう話をしてください。はい、じゃあ最後の方も頭入れてないですね。歩けますかね。はい、じゃあこれから2階階段で上がりますのでね、障害機構の2階に行きます。はい、どうぞ上がってください。